とも物好きやね。物語を続けるね。並木か。黙って先に帰っちゃうなんてひどいよ。ルームメイトなのに。一緒に帰る約束なんてしてないよ。そうだ、じゃあ今約束しよう。これからは毎日一緒に帰りたいな。私ミサちゃんのこともっと知りたいの。こっちに引っ越してから初めての友達、それがミサちゃんだから。友達。うん、友達。友達か。それに一人より二人の方が楽しいもん。だから一緒に帰ろうよ。どうせ量も同じなんだ。好きに。やったー、ミサちゃんありがとう。お礼を言われるほどのことはしてない。あと、そのミサちゃんというのはやめてくれ。え、そうなの？ごめんね、嫌だったらやめるけど。嫌とは言ってない。調子が狂うと言っただけ。友達なんだからミサちゃんじゃダメかな。私のこともリンって呼んでほしいし。私はお前のことをよく知らない。だから。そっか、じゃあ。私は並木リンです。長崎の小鹿から来ました。好きな食べ物はお蕎麦と納豆。似顔絵を描くのが得意です。私の将来の夢は、私の将来の夢はお母さんみたいなジェットレーサーになることです。これでもう親友だよね。だからミサちゃんよろしくね。ジェットレーサー。ミサちゃん。私もジェットレーサーなんだ。昔やってた。私たちが出会ったの。お、そ、あ、ごめんなさい。毒だけじゃダメなのだ。今すぐここから立ち去る。立ち去る？どうして？武蔵野女学館ジェットレース部が練習するからです。さあさあ、時間がもったいないのだ。早くどこかへ行くのだ。今からここはかぐや様と満腹黒丸ちゃんたちのものなのだ。そんな、海はみんなのものやけん。一人。ここは海じゃなくて川なのだ。川でもそうだよ。川だってみんなの。不満があるというのなら、川の使用権をかけて私たちと勝負すればいいことです。勝負って。そんなわけないだろう。川で勝負と言ったら。もちろんジェットレースに決まってますわ。ジェットレース？ねえミサちゃん。何を言いたいかは分かってる。うん、ミサちゃん、私とコンビを組んで一緒にジェットレースしよう。ダメかな。分かったよ。私だって勝負を持ちかけられて逃げるつもりはない。やったー。じゃあお名前は？武蔵野女学館ジェットレース部四十院かぐや。満腹黒丸ちゃんなのだ。私は並木凛。こっちは葵美沙ちゃん。おい並木、勝手に。とってもドキドキ、興奮してきたよ。頑張ろうね、ミサちゃん。
神田川下流域浅草橋、下町の開放的な河川敷を駆け抜けろ。短めでありながらも急カーブと緩やかなカーブを中心に構成されたこのコース、コーナリングでインを攻められるかが重要。マシンの操縦は任せた。3、2、1、スタート。よーし、張り切っていくよ。ナミキ、お前本当に走れるの？大丈夫大丈夫、どうにかなるって。不満すぎる。あなたたちが負けて約束通りに神田川から去っていただきます。武蔵野女学館の力を見せつけてやるのだ。全力全開だよ。回れてる、避けて。ごめん。私は外さない。いい気分です。二言はありませんわ。この川は好きに使ってくださいまし、敗者は清く去るのみです。黒丸、行きますわよ。ちょっと待って。何ですの？川はみんなのものだって言ったでしょ。だからかぐやさんたちを追い出したりなんてしないよ。
イミサさん、再び走るのですね。このそうね。あれ、二人って知り合いだったの？並木凛さん、次に勝負するときは絶対に負けませんわよ。私たちも行こう。あの、ミサちゃん、聞いてほしいことがあるんだけど。何？改まって。私、とっても楽しかった。ミサちゃんと一緒に水面を駆け抜けるあの感覚、癖になっちゃいそう。そう、だから決めたよ、ミサちゃん。私、浅草女子高校にジェットレース部作る。え？だって私、ジェットレースやるために上京してきたんだもん。だからジェットレース部作る。私はもうジェットレースはやめたんだ。朝のランニングは体調管理、シミュレーターに乗るのだって昼休みの暇つぶしだ。でも今久しぶりに走ってみたけど、風は変わらず気持ちよかった。ミサちゃん？好きにしろ。私に報告することじゃない。うん、わかった、好きにするね。まったく、並木と話していると調子が狂う。リンだよ、ミサちゃん。だからミサちゃんと言うな。並木だ。あったり、どうしてわかったの？並木がここに呼び出したんだろう。そうだったね。それにしても人がいっぱいおるね。やっぱり東京はすごかね。方言が出てるよ。え、本当に？自分では気づかなかったよ。そうなのか。割といつも出てるけどね。それでは浅草女子高校ジェットレース部、神田川ジェットガールズのミーティングを始めます。どうしてこうなった？なぜ私が部員に登録されているんだ？だってミサちゃんがやりたいなら好きにしろって言ったから。好きにしろというのはそういう意味じゃない。私を巻き込まないでくれ。私、ミサちゃんとまた走れたらいいなって思って、それで先走っちゃって、そのごめんなさい。わかった、私ミサちゃんの登録取り消してもらってくる。え？待って、取り消す必要はない。本当に？本当に本当に本当に？よかった。だって私はミサちゃんと一緒にやりたいから。そんなこと言われたら、私だって。やった、目指せ神田川杯優勝。神田川杯優勝？随分と気軽に言ってくれるが。大丈夫、一生懸命頑張ればきっとどうにかなるよ。そんなことより、どうして浅草に？ミーティングなら部室でいいだろう。それはそうなんだけど、私一度浅草に来てみたかったんだ。あ、見て見て、ミサちゃん、このお店で売ってるイルカのキーホルダー、可愛くない？確かに可愛い。でしょでしょ、部活の創設記念に2つ買ってお揃いにしようよ。お、
お揃い？そんなことしたらすごく仲良しに見えちゃうよ。うん、だってすごく仲良しだもん、私とミサちゃん。そうか。ジャストアモーメントプリーズです。これはジェニファーが先に目をつけたの。だからこのキーホルダーはジェニファーのもので。言いがかりはよしてくれ。先に目をつけたのは私たちだ。 No! ジェニーの方が先でござる。ミサちゃん、他にもキーホルダーはあるし、別のにしよう。ダメだ、あのイルカのキーホルダーは。このキーホルダーはレアものです。ジェニファーも絶対譲れないね。ジェニーは純度の高いオタクです。ソロ、こうなったら手がつけられないでござるよ。ここはミサちゃんが大人になるって選択肢は？ない。お主たちがジェットレースをやってれば、それでキャリをつけるっていう手もあるでござるわ。奇遇だの。私たちは浅草女子高校ジェットレース部、神田川。聞いたことないチームでござるわ。レースで決まりだ。望むところだ。の緩やかなラインと細い道幅のコースが入り組むネオ日本橋、工夫次第で走りを有利に進められそうですね。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい爪で攻める姿勢が必要。ミサちゃん、マシンの操縦は任せて。3, 2, 1スタート。キーホルダーはジェニファーたちのものです。違う、私たちのものだ。ミサちゃん落ち着いてよ。ジェットレイサーがこうなっては、試合で決着をつけない限り止められないでござるよ。そういうことだ。行くよ、ナミキ。私の出番。どうでござる？私の出番。私は外せない。ブーストかけるね。どうでござる？これは素敵なサンディ。私の出番だ。ブーストかけるね。
暇なわ。全力で行こう。あと一瞬、それであのキーホルダー、私たちの。ノーノー、必ずジェニファーたちがいただきます。ミサちゃんから意外と子供っぽいんだから。なんむきし、お互い大変でござるな。私は外さない。私は外さない。ゴール！これは驚きました。思っていた以上の成績。やったー！いい走りだったね。Z レーサーの夢に近づいたかな。やったぞ。あ、オーマイガー、これがジャパニメーションパワー。恐るべしジャパニーズ忍者ガール。完敗でござる。今回はやられちゃったね。残念だけどキーホルダーはユウのものよ。敗者は得るものなし。勝負は無情でござる。そんなことないよ。What? だって二人と試合できて楽しかったもん。勝ち負けだけじゃなく分かり合えた気がしたよ。おう、ユウ・ジョウというやつです。イエスタデイの敵はトゥデイの友でござるな。このイルカさんは私たちがもらうけど、二人には別のキーホルダーをプレゼントするね。新しいライバルにもらったプレゼント、これは立派なレアものだよ。ありがとう。一生大事にするでござる。あれ、ミサちゃん今笑った？笑ってない。嘘だ、絶対笑ってたよ。ジェニファーもバッチリルッキングしたです。エミリーもでござる。ミサか、笑顔のミサちゃん。マジ未女かくないから。というか未女かって何？可愛いって意味だよ。ミサちゃんの笑顔、未女か。だから笑ってないって言ってる。もう、じゃあ笑わせるからいい。ごちゃごちゃごちゃ。
Thank you.
ぐらいだったら余裕だね。